生2の生き残り、はい、どうも。なんか強キャラみたいで恥ずかしいんだけど、生き残っちゃって、そう、みんなの分もいっぱい動きます。そう、寝るの、なんかもう今日も5時ぐらいに起きて眠いんですよ。朝ね、東京でもうこの朝のさ9時とかから練習しようと思うとめっちゃ早起きなんで、そうで、昨日もやっぱ寝れなかったんで、なぜかそれはなんでかわかんないんだけど、そうだから寝るのじゃないと練習とかで眠くなっちゃうからね。ちょっと今日よね、普通に。おもろいよね。そうなの。でもやっぱさ、みんながこれ以上感染しないことを祈って自分は元気に活動するって感じだね。頑張ります。ちゃんとマスクつけて、そう、まあ今日キャラなんで、この感じで名古屋の試合も勝てるように頑張ります。そう、名古屋の試合のねチケットまだ売ってるから、それを買ってで12時からポートレートを買ってくれるといいです。そうそうなの。だからまだねチケットも売ってるので、なんか最初さ全然すぐ何十分30分ぐらいで売り切れちゃって、でなんかそうあれ早いねってなって、早く売れちゃったと思って、どれぐらい売ってるのかは知らなかったので聞いてみて、でなんか会場の時間の限界なのか、その私を気遣っての枚数なのかっていうのを聞いて、そう多分私のことを気遣ってそんなに増えないようにってやっぱこっちの人たちはやってくれるので、だったからちょっとだけ増やしてもらったので12時から売るので、そうなんかいろいろ選択肢をねくれて、なんか最初に買ってくれた人だけ特典会お話ができるようにして、あとはもうサインだけを朝の前みたいに書いてお渡しすることもできるとか、そういろいろ考えてくれたけど、まあせっかくなら会えた方がいいかなと思って、まあそんなに最初の販売ほどの多分枚数はないけど追加してもらったので12時から買ってくれたら買えると思います。多分普通に買えると思う、次は分かんないけど、そうなので、まあまだ見に来る予定がない人はまず見に来るチケットをゲットしてください。よろしくお願いします。でも本当に奇跡を起こしちゃってるんで、これは見に来るしかないと思う、見に来るしかないと思うよ。みんなお話できるので会いに来てください、まあ、そしてもし買えなくても、まあ、私以外の人たちのポートレートは当日に買えるので、まあ、いろんなとこ遊びに行ったりしてまあそれは試合を見て気になったとことかにぜひ行ってみてください。はい、なのでまた、まあ、とりあえず12時になったら買ってもらったらって感じです。土曜日でしたっけ、今日水曜でしょ、水木金土曜日です。土曜日です。外資来てお願い。来てください。やっぱさ、こういうことが起きるとさ、なんかまた会っても自分出れるか分かんないじゃんって思い始めた。なんか普通に怖くなってきて、なんか手荒れそうなぐらい消毒してます。そう、だからみんなも、まあ、今回も奇跡的に出れると思うのでみんな来てください。そう、みんな元気だとねいいんですけど、あ、誰のせいでもないからね、これは運命です。初めて会うので緊張しそうですね。初めて会うね、嬉しい、楽しみにしてます。そう、プロレスから興味を持ってくれた人とかもね、初めて、こういう名前とかはさ知ってるけど、
すごい楽しみ。ね、みんなも予防して見に来てくださいね。感染しやすいみたいなんで気をつけて。そう、シリーさんもね濃厚接触だから会えなくて。そうなの。でも私は、まあ、明日の公演とかもなくなっちゃって。そう、でも公演なくなったんで練習で出ます。練習します。私は楽しく。そう、そうなんだよね。なんか YouTube の配信とかも本当はやろうとしてたんですけどできないし。そう、なんかショールームとかもやっていいかやっていいかやっちゃダメか分かんないみたいな感じらしくて、濃厚接触の人分かんないから YouTube はとりあえずダメですみたいな感じで。そうそうそう、だからもう無理ゲーだね。ゲームできないや。ショールーム OK になったの、よかったね。もちにさん大富豪。そう、でも昨日の時点ではなんかやっていいか分かんないみたいな感じだったからやってなかったらしい。そう言ってた。ね、みんな大変大変だとか言ってすごいなんか能天気な感じ出ちゃってやばいんだけど。のいや、そんな私もすごい他人事ではないのであれですけどね。今日ここちょっとすった気がするとと思ったけどそうでもないか。そう、私ね活動できるんよね。そう。名古屋にいたらさもっとみんなの仕事なんかラジオとか出てたかもしれないけど、そういないからね。私東京にいるから絶対めちゃくちゃ鬼稼働してましたよ名古屋にいたら。危ねえ、もう体力ゼロになるまで稼働してたかもしれん。件数がね唯一残ってしまったので。なんか逆にちょっと寂しいもん。なんかみんながさ濃厚接触、いや私なんか仲悪いみたいじゃない。そんなことはない、大丈夫。そう、レッスン出てなかっただけなんだけど。そうなの、仲はいいんですよ。でマスクつけてさレッスンしてるのにダメってもなるともう結構厳しいよね。難しいね。カーテン変わった。ホテル。ホテルです。お家じゃない。お家のカーテンはね、もっと派手なんで。生存者1名。ねえ、ちょっとなんかやばいよね。一人ってな、ちょっと際立っちゃってさ、一人ってなると。なんかマネージャーさんとかから言われた時も、なんかびっくりしちゃって、アライ一人ですかみたいな。K2 マイナスアライみたいな感じですごいびっくりした。ちょっとやばいよね。文字の圧がすごすぎてパワーワードだなと思って。そうレッスン大変だね。あと5分ぐらいで、あと5分ぐらいでポートレートです。セットしてね。あれ私携帯どこやったっけな。これでそった。そうなんだ。てかさ
なんか彩香のさアンダーでさ